皆様こんばんは。スラマッツオレハウデリンスカリアンスラマッタダン。本日はインドネシア友好の夕べ2011マラムチンタインドネシアにようこそおいでをいただきまして誠にありがとうございます。開演に先立ちまして東日本大震災で亡くなられました方々と今年1月14日に休戦されました戦後日本とインドネシアの友好の架け橋となりメラプテ会の創始者でもあります小池はじめ先生のために黙祷を捧げたいと思います。恐れ入ります。会場の皆様どうぞご起立をお願いいたします。どうか皆様目を閉じてください。1分間の黙祷をお願いいたします。ありがとうございました。さあそれでは本日のマラムチンタインドネシアオープニングはこの2曲です。皆様どうぞご着席くださいませ。まず1曲目本日のマラムチンタインドネシアインシャアンラーをお届けいたします。これは神への祈りの歌です。ララさんとサンディさんが歌います。ではララさん、サンディさんお願いします。
ya Allah, tunjukkanlah kami jalanmu, hanya Engkau lah pelitaku, tuntun aku di jalanmu selamanya. ありがとうございました。次は西スマトラの衣装です。どうぞ前を出てください。西スマトラの方ですね。
一般の人が知ることができない皆カバンというところの特別な衣装です。皆カバンの女性の尊さはリンペッパルマーナンカダンという言葉に表されています。皆カバンの女性は家庭を支えてくれる大事な人だという意味です。はい、ありがとうございました。次は中部ジャワ地方の衣装です。どうぞ。この中部ジャワ地方の衣装は以前中部ジャワの王国の王様や貴族の方々が着た衣装です。はい、ありがとうございました。次にご紹介しますのは南スラウェシ地方の衣装です。どうぞ前を出てください。南スラウェシ地方の衣装はバジュボドと言います。普通は結婚式の時に着るものですけれども、最近は踊りの大会やお客様の歓迎の時に着ることもあります。ありがとうございました。はい、おしまいはカリマンタン地方の衣装です。どうぞ前を出てください。このカリマンタン地方の衣装は自然を敬う気持ちを表しています。シンプルな形は自由、自然との調和と親しみの意味を象徴します。はい、ありがとうございました。以上、インドネシア各地の民族衣装のご紹介をさせていただきました。ではどうぞ。ありがとうございました。テレパタシー、どうもありがとう。今宵はようこそおいでくださいました。頑張ろう茨城、その思いを一つに私たちと学生たちがこのステージを繰り広げていきたいと思います。と申しますのは、2006年にスマトラ沖大地震が発生いたしました。その際、私たちメラプティ会と学生さんたちとでこのつくば市を中心に街頭募金活動を行いました。そして多くの支援を受けました。その際はありがとうございました。で、その恩返しといったらちょっと大げさなんですけども、今日はその思いを一つにして被災地にまいりますこの茨城の地に頑張ろうというエールを送る意味で、本当にわずか3週間でリハーサルなしでぶっつけ本番で今日のステージにこぎつきました。だからちょっとね、こうスムーズな上とはいかないので、そこは少しご勘弁願いまして、どうぞ最後までごゆっくりご覧になってください。テレマカシスダダタン肌ハリニサラママニマティ。ありがとう
ございました。続きまして、ペペイ茨城インドネシア留学生会会長イコノさんより皆様にご挨拶を申し上げます。イコノさんは現在筑波大学の大学院に在籍中です。ではイコノさんお願いします。詳しいことを紹介したいんですけど、ペペイというのはその茨城インドネシア留学生会というんですね。で、このペペイというのは実は世界中にあるんです。日本だけじゃなくて、例えばペペイオーストラリアとかヨーロッパペペイとかにあります。ですので、その日本のペペイの中にはペペイ茨城があるということです。少し紹介したいと思っております。で、そのマラブチンタインドネシア のイベントは何のために行うでしょうか。説明したい。最初目はやっぱりインドネシアのことをもっと詳しく説明したいんですね。まあ皆様はやっぱり今までインドネシアのことと、やっぱりバリとかジャカルタだけをのことを知っていますので、ですのでこの2時間にインドネシアのことをもっと紹介したいと思っております。例えば文化とか音楽とか他のものを紹介して、もっとインドネシアのことを分かりたいと思っております。で、2つ目は新井さんの言われた通りに、昔の会長、エンペカの会長小池先生の一周忌を忍んで このイベントを行っております。その後はやっぱり東日本の影響で困っている方々に応援したいですね。ですから、頑張ろう茨城とタッグラインがあるんですね、ポスターにあるとか。で、Okay, I'll try to explain in English because I see there's some people, non-Japanese people here. So, okay, this event, Indonesian Friendship Night in Tsukuba 2011, is held to firstly, to introduce Indonesia to all of you. So we believe that there are still so many people who don't know well about Indonesia. They just know about Bali, they just know about Jakarta and all that. So we really hope that in this event we can try to introduce what is Indonesia, what we have, what kind of cultures we have, what kind of dance we have and all that. And secondly is to make a commemoration of Koike Sensei. So Dr. Koike is the first leader of MPK who passed away last year. And also secondly is to give a support for those who are the victims of the great disaster in this April 2011. So okay, without further ado, I'd like to say thank you very much once again for coming here today. So ゆっくり楽しんでくださいませ。どうもありがとうございます。ありがとうございました。さあ、それではいよいよインドネシアの踊りをここで皆さんにご紹介したいと思います。まず最初はバリダンスですね。バリ舞踊をご覧いただきましょう。で、ここでご登場いただきますのは、龍ケ崎市を拠点に活動しているプナリバリの皆様です。バリ舞踊はインドネシアのバリ島に古くから伝わるヒンドゥー文化から生まれた伝統的な舞踊です。祭りや儀式の時、神々をもてなす奉納舞としての役割を果たり、19世紀バリ王朝時代には宮廷舞踊として栄えました。今日では民衆や観光客向けの娯楽として
伝統を守りながら新しいスタイルをも取り入れて発展している舞踊です。それではパリ舞踊の方、ご準備はよろしいでしょうか。今間に合うというお話だったのでもう見えると思うんですけれどもね。本日皆様にご覧いただくのは歓迎の踊りですけれども、それではちょっとお待ちくださいませ。はい、皆様、バリダンスが間に合ったようでございます。皆様ではどうぞご覧いただきましょう。サリアマンサリ、歓迎の踊りを最初にご覧いただきます。